寒さに強く春先に花を咲かせる塩嶺草。北大にも生えていて交渉にも使われています。この花をおよそ40年間研究してきた大原正史教授が、芽が出てから花が咲くまで10年ほどかかることなど、花の不思議な生態や魅力について語りました。すぐに花が咲くわけではなくて、またゆっくりゆっくり成長していくということで、長いこのステージ、生活段階を経てようやく開花個体に到達すると。今月退職する教授は最後の講義で、研究することの楽しさを訴えていました。25日には研究をまとめた図鑑が出版されます。